日本企業 IHI 社が製造中の次期戦闘機用 XF9 エンジンの情報が入ってきました。今回は、この XF9 エンジンについて見ていきたいと思います。F3 戦闘機開発が急がれていますが、その次の F5 戦闘機開発については、純国産でできそうという見込みが立っているようです。防衛省は、2035年に、退役開始予定の国産 F2 支援戦闘機の後継機として、次期戦闘機の開発を進めています。この次期戦闘機については、2018年、平成30年、策定された31中期防で、開発が決定。2年後の2020年、令和2年に、三菱重工が、開発主体となり、7社の参加も決定しました。その7社は、三菱電機、IHI、川崎重工業、スバル、東芝、富士通、日本電機、NEC です。業務の内訳としては、機体開発担当が三菱重工業とスバル、IHI はエンジンを担当、三菱電機が電子戦装備を制御するミッションシステム、レーダーを含む電子機器は、東芝、富士通、日本電機、NEC が担当ということで、総勢200人超体制で開発を進めてきました。2022年、令和4年、12月9日、日本、イギリス、イタリアの3国は、グローバル戦闘航空プログラム、GCAP プロジェクトとして、日本の次期戦闘機開発計画とイギリス、イタリア、スウェーデンの3国が共同開発を進めていた BAE、システムズ・テンペスト開発計画を統合することを発表しました。つまり、次世代戦闘機を共同開発することを決定し、公式に発表したというわけです。ただし、2023年、令和5年、3月時点で、スウェーデンは参加していません。日本での作業ですが、次期戦闘機開発計画と同じく、主契約者は三菱重工で、機体を担当するそうです。エンジンは IHI 担当、電子機器は三菱電機の担当になりました。イギリスでは、機体を BAE システムズ、エンジンを高級車で有名なロールスロイス、電子機器はレオナルド S.P.A. のイギリス法人が担当となります。イタリアからは、レオナルド S.P.A. とアビオエアロが参加、ミサイル開発には MBDA も参加することになったそうです。このプロジェクトは、2024年頃までに、各社の開発内容や費用負担の詳細を明確にした上で、2030年頃に生産開始を目標にしています。5年後の2035年に初号機の配備を予定にしているようです。この次期戦闘機のエンジン開発ですが、ロールス・ロイスと IHI がそれぞれ開発した技術を持ち寄って、330億円の予算で新しい実証エンジンを製作することに合意しました。共通のエンジンが完成すれば、テンペストと次期戦闘機の両方の戦闘機開発費について、数千億円もの巨額な経費節減が図られると推測されているのです。このエンジン開発の基本となる技術ですが、ロールス・ロイス側で開発を進めてきた将来戦闘航空システム技術構想、FCAS、TI、フューチャー、コンバット、エアー、システム、テクノロジー、イニティアティベと、IHI が、プロトタイプを製作した先進実証エンジン XF9-1 なのです。ロールス・ロイスは、まだ、実証エンジン製作には至っていませんが、IHI が、独自に開発を進めた XF9-1 は、純国産ジェットエンジンとして、2018年6月に、プロトタイプが完成しています。防衛整備庁航空整備研究所に納入され、性能試験が行われました。
この XF9、1エンジン開発のコンセプトですが、スリム化と大出力の追求ということです。というのは、このエンジンを搭載する次期戦闘機のステルス性能を向上させるため、兵装を機体のウェポンベイに収納すること、燃料搭載量を増やすために、機体内の燃料格納容積を確保する必要があったので、大井で務むかつスリムでコンパクトなエンジンにすることが要求されたからです。このコンセプトはテンペストも同様で、両戦闘機のエンジンに関する要件は統一されてはいませんが、ステルス性能向上が求められるだけでなく、大出力が必要なのは、推力を稼ぐだけではなく、高度なアビオニクスを支える高性能電子機器の大きな電力消費を支える電力供給源としての立場も要求されるためです。つまり、空飛ぶパワーステーション、パワー、ステーション、イン、ザ、スカイであるべきという考えが基本となっているとみられます。IHI が製造した XF9-1 のプロトタイプのサイズですが、アメリカ空軍の F-15 イーグルに搭載されているプラット&ホイットニー社製 F100 エンジンとほぼ同じサイズと言われます。しかし、推力は最大15トンを発揮することが試験で確認されています。この数値は、アメリカ空軍の主力戦闘機である第5世代ステルス戦闘機 F2 にラプターに搭載されている F119 エンジンと並ぶ出力ということです。ちなみに F119 エンジンもプラット&ホイットニー社製です。改めて F119 エンジンとのサイズを比較してみましょう。F119 は全長 5.16M、直径 1.168M ですが、XF9-1 は全長 4.8M、直径 1M です。明らかに XF9-1が一回りほど小さいということがお分かりですね。つまり、XF9-1 はかなりコンパクトサイズに出来上がったというわけです。この XF9-1 エンジンのサイズと性能については、アメリカやイギリスのエンジニアの間では、驚きとして受け止められているようです。今回の共同開発の話が短期間に進められた理由の一つとしては、日本側が XF9-1 のプロトタイプを完成させていたことが大きいとされています。もっと詳しく、XF9-1 を見ていきましょうか。XF9-1 エンジンは、高圧軸と低圧軸の2軸を持つ、アフターバーナー付き低バイパス比ターボファンエンジンという種類に分類されるそうです。圧縮機前段部まで、強度の高いチタン合金を使用しているだけでなく、繊維強化プラスチックやセラミック元複合材料を使用することによって、エンジンの軽量化を図ったのです。さらに、タービン部についても、セラミック元複合材料や耐熱性の高い先進金属材料を使用したことによって、冷却空気流量が少なくても、エンジンが必要な推力を発揮できるように設計されているのです。これによって、ステルス性能に大きな影響を与えるテイクダクトの流路断面積低減やダクト長短縮に役立っているとか、中心部分には、高圧軸として、コンプレッサー6段とタービン1段、この前後に、ファン3段とタービン1段の低圧軸があります。その後部には、アフターバーナーと推力変更ノズルが装着され、機体の機動性向上に役立っています。コアクドーギアボックスには、大電力を発電する、スタータージェネレーターが設置されています。タービン入り口温度は 1800°C に達すると思われます。1800°C という温度は、ニッケル系超合金の融点 1400°C を大幅に超える値で、ジェットエンジンにおいては、この温度が高ければ、高いほど
高性能エンジンとされるので、XF91 のタービン入り口温度は、世界的に見てもトップクラスと言えましょう。この高温に耐えられる材料を見出した技術こそ称賛されるべきでしょう。ニッケルコバルト元の国産用製鍛造ディスク材を使った高圧タービンディスク、国産第5世代ニッケル単結晶超合金製タービンブレード、タービン部への新素材 CMC、セラミック元複合材料の使用なども含め、耐寒強制コーティングを採用し、ブレードの空気孔による保護層の形成など、材料技術と流体解析技術の応用が大きく貢献したと言われています。XF91 エンジンとロールス・ロイスが開発を進めているテンペスト用エンジンは2つともアダプテイブサイクルエンジンですが、これは離陸時、上昇時、巡航時、戦闘時などの様々な飛行条件に合わせてエンジン内をバイパスする空気流を3段階変更することによってバイパス比とファン圧力の比を調整するエンジンのことです。これにより、エンジンの推進効率と燃費向上が期待されるだけでなく、外側の3層目の空気流によって、冷却能力が向上し、エンジンの熱管理が容易になることが期待されます。ファン排気流は、巡航時には、コアケース外側のダクトを流れますし、高速時には、コア内に排気流を導いて、推力増加に利用、外周の複数のダクトは、ファン出口からの3層目の空気流を流し、推力を得ると同時に、エンジンを含む各所の冷却に使われるという仕組みになっています。数年前の2019年6月に開催された、パリ国際航空ショーの席上、XF91 エンジンは、推力変更ノズルの装着を想定して開発中ということが公表されました。XF91 は、2016年度から2020年度まで、推力変更ノズルを装着して使用した場合の高運動性、ステルス性確保などを目的に、推力変更ノズルに関する研究が実施されたそうです。この推力変更ノズルとは、ジェットエンジンやロケットエンジンが、飛行中に、噴流の向きを変え、推力方向を変えることにより、飛行中の軌道に、変化をもたらす装置のことです。垂直離着陸が可能な VTOL 機には必須の装置で、古くはハリアー戦闘機に装着されていて、現在ではアメリカ製の垂直着陸、短距離離陸、ストブル機である F-35B ライトニング2に使用されています。この装置の装着が実現したら、次期戦闘機は、F-35 のような通常離陸型だけではなくストブル機も開発される可能性があると思われるのです。ここまでにおいて、ロールス・ロイス社の将来戦闘航空システム技術構想 FCAS-TI は未完成ですが、同社のエンジン開発における技術力や実績には定評がありますし、IHI の XF91 は実証エンジンが完成しているという強みがあります。この両社が協力することで、アメリカが開発中の次世代戦闘機用エンジン XA100 や XA101 に勝るとも劣らないエンジンの登場が大きく期待されている状況です。